いやー、初夏の服選びって意外と難しいよな。気温が上がると25度超えて半袖でもいいんだけども、意外と長袖着てる人もいるし、人によってバラバラ。しかも晴れた日はいいんだけども、雨降ったりすると意外と気温下がるから、ちょっと軽いアウターないと肌寒いんだよな。意外と日によったり人によって着こなしが違う初夏の着こなしってむずいんだよな。しかも40代とか50代の大人世代だと、どんな初夏の服がよりフィットするのかいまいちわかりづらいんだよな。このあたり誰かわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代の大人世代に似合う初夏コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、初夏の着こなしって意外と難しいかなと思うんですね。まあ、今撮影している現段階ではですね、外は雨降ってるので、さすがに半袖だと肌寒さを感じるんですね。まあ、そんな時にはライトのアウターが1枚あると便利なわけなんですが、一方で昨日はですね、結構晴れていて気温が上がったので、街でも T シャツを着てる方が結構多かったんですね。僕はその中でもちょっと軽めのアウターを羽織っていたわけなんですが、結構初夏はですね、着こなしの正解を見つけるのが難しい季節だなと思います。しかも40代50代の大人世代になると、半袖の T シャツ1枚もいいんだけども、まだちょっと早いかな、カジュアルすぎるかなと感じる方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時に初夏に合うようなベーシックな着こなしをいくつか知っておくとすごく便利かなと思うので、今回はですね、特に40代50代の大人世代に響くようなベーシックなスタイリングを3つご紹介していきたいなと思っています。ただですね、こちらのチャンネルで言うベーシックというのは、昔ながらのオーソドックスなベーシックではなくて、今の時代に合ったベーシックさですね。ほんのりサイズ感もゆとりを持たせますし、トレンド感も少し混ぜ込むことで、40代50代の大人世代が若々しく見えるような、そんなスタイリングを目指していますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。今回ご紹介する3つのコーデですね、半袖もあれば長袖もありますので、いろんな天気のですね、初夏コーデとして使えるかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に40代50代の大人世代に合う定番的な初夏コーデをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、初夏といったらやっぱりこのアイテムは欠かせないかなと思います。半袖のオープンカラーシャツですね。まあ、今回着てるのはですね、先日プラステさんの撮影の際にですね、着ていたこちらのですね、プレシャスドライの半袖のオープンカラーシャツになります。これがですね、かなり優秀なので、まあ、今年はですね、これをガンガン活用していきたいなと思ってるんですが、まあ、このようなオープンカラーですね、襟元がこのようにですね開いていまして、下に白 T を覗かせるには最適な襟型になっているんですが、まさに初夏に適したアイテムかなと思います。もちろんですね、真夏に着ることもできるんですが、初夏で気温がですね25度を超えてきたら、やっぱりですね、長袖シャツではなくて半袖を着た方がちょうどバランスがいいと思いますし、真夏だとさすがにですね、重ね着するのが億劫だという方もいらっしゃるかなと思うんですが、初夏にはこのようなオープンカラーシャツはまさにぴったりだと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、オープンカラーシャツって、まあ、いろんなブランドで出ていますので、似たようなものをゲットすることはそんなに難しくないんですね。ただ各社で色のバリエーションが変わってくるんですが、プラステのこのですね、ブルーはめちゃくちゃ良かったですね。まあ、今回これを着てるのは40代50代の方に向けた動画だからというところもありまして、やっぱりこれぐらいの大人世代になると綺麗な色を取り込んであげると全体のバランスとして綺麗めで華やかさをですね、程よくミックスすることができるんですね。僕もやっぱりですね、20代とか30代前半の頃は割とこうモノトーンだとかストイックな色選びをすることが多かったんですけども、年を重ねてくることにですね、ちょっと華やかなもので自分の落ち着いた雰囲気にですね、彩りをプラスしてあげるのも意外と悪くないなと感じるようになったんですね。まあ、さらにですね、40代後半から50代以降の方であれば、よりですね、華やかな色が似合いやすかったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらのブルーですね、華やかではあるんだけども、ネイビーの延長線上で着られるような大人っぽさとか男っぽさを漂うような色合いなので、まあ、ぜひ皆さんこういった色から綺麗な色をトライしてみるのはいいんじゃないのかなと思います。ちなみに僕は身長160
164センチ53キロと小柄で、あまりモデルには適さない体型ではあるんですが、こちらは M サイズを着ています。僕は個人的には少しゆとりのあるサイズ感が好きなので、これぐらいで着ていますが、まあ、世代的にはワンサイズ下げて S を着ても僕ぐらいの体型ではいいんじゃないのかなと思います。まあ、このあたりはお好みでいいと思いますね。トレンド感をやや強めに出したかったら、これぐらいのサイズ感でもいいですし、もうちょっとベーシックに振りたかったら、ワンサイズ下でもいいかなと思うので、まあ、ぜひ試着をしながらですね、検討していただくのがいいかなと思います。相変わらず下には白 T を着て重ね着をしてあげると、まあ、ちょっとですね、この清涼感というか明るさが出るのでいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスに関しては上半身にアクセントがあるので、すっきりとブラックでまとめるのが間違いないかなと思います。今回は上半身のサイズ感に合わせて少しゆとりを持たせてあるんですが、これもお好みです。今僕が履いてるのは自分のとこで作ってるですね、ソーのオリジナルのですね、黒パンなんですけども、いろいろとですね、試行錯誤しながらようやく完成したので、まあそちらのサンプルを履いています。まあ40代、50代の方で、特にベーシック志向の方であれば、ユニクロの感動パンツでまとめてあげるのもいいかなと思いますし、グローバルワークのアーバンスラックスでもいいと思います。少しゆとりを持たせるのが好きであれば、スマートアンクルパンツですね、このあたりでゆとりを出してあげるのもいいかなと思うので、そのあたりもお好みでサイズ感は選んでいただければなと思います。あくまでこのベースですね、ちょっと綺麗見えするオープンカラーシャツのブルーを着て、ブラックのパンツで引き締めるというのは、40、50代の大人スタイルとしてはすごく使いやすいのかなと思います。で、足元はですね、今回は白レザースニーカーを持ってきました。この襟元の白とリンクをさせるような形でですね、足元に華やかさを出してるんですね。まあ、ブラックのパンツというだけでちょっと重さがあるので、それに対して明るい印象を出すには白系のスニーカーがうまく生きてくるかなと思うんですね。白系のレザースニーカーもいろいろとあるんですが、個人的には40代から50代の大人世代にはより綺麗めな方向の方が使いやすいかなということで、コンバースのオールスタークップですね。やっぱり綺麗なスタイルにはこういったものが合いやすいと思います。で、ちょっとこうカジュアル化を出すにはジャーマントレーナーのような少しですねパーツ使いに遊びがあった方が面白いかなと思うんですが、今回は大人っぽく綺麗めなオールスタークップを合わせてみました。このスタイリングは結構ベーシックでありながらも色味の綺麗さですね、これが効いてるので、ちゃんと人との差別化もできますし、意外といろんな方にも似合いやすいスタイリングだと思います。ちょっとポップな雰囲気の方にも似合いますし、真面目な方であっても割とこうブルー系ぐらいの色であればそこまで悪目立ちしないので、ぜひ40代50代の大人世代にはこういったベーシックプラスアルファの華やかな色合いもトライしながらですね、初夏の着こなしを楽しんでみていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のですね、40代50代向けの初夏コーデなんですが、今度はですね、想定としては初夏なんだけども、ちょっと雨が降って気温が下がった時のバージョンとしてですね、皆さんにご紹介したいなと思います。今回はちょっとこうシャツアウターみたいなものをですね、メインとした着こなしを作ってみました。これもですね、同じくプラステさんの撮影の際にですね、試着させてもらったプレシャスドライのオープンカラーシャツなんですね。前回の撮影の時にですね、いくつか商品をですねご提供いただいたので、そのあたりを存分に使いながら今回はご紹介したいなと思ってるんですけども、これがですね、初夏でもちょっとこう肌寒い時には羽織物としてはすごくいいんですよね。まずは長袖なので割とですね、肌寒い時なんかには最適だというところ。そしてシャツベースなんですけども、デザインがアウターのような雰囲気になっているので退屈な感じがしないんですよね。このあたりがすごくバランスがいいなと思います。襟元はオープンカラーシャツになっていて、先ほどのシャツと同様にですね、春夏らしさが出ているんですが、ベースとなるデザインはいわゆるこう CPO ジャケットだとか、そのあたりのミリタリー調のですねデザインになっていまして、胸元に左右対称にですね大きめのポケットがついています。このあたりのおかげでちょっとアウターっぽい見え方になるんですが、一つのアクセントになっていますね。まあ、素材も気持ちが良くて花離れがいいような雰囲気ですし、これは結構先の季節まで使っていただけるような名品になってくるかなと思います。で、色なんですが、いくつかカラー展開あるんですけど、個人的にはこのグレーが好きなんですね。初夏の着こなしとしては単体で見ると少し重めなんですが、そのあたりはコーディネートでうまくですね解消してあげるといいかなと思うんですね。今回内側にはですね、ボーダーのカットソーですね、これ今季は大好きでよく着てるんですが、まあ、こういったものを入れてあげることで白 T にはない感じでですね、この深めのグレーとライトグレー見えするようなボーダーの色合いで上半身をですねグラデーションっぽくまとめています。そしてボトムスなんですが、上半身が暗いのでボトムスはホワイトデニムで
ちょっと明るさを出しました。まあ、今季のユニクロのですね、ややワイド感のデニムを合わせることで、着こなし全体が重たくないような雰囲気でですね、バランスをとっています。で、足元に関しては、ニューバランスのスニーカーですね。白パンにはグレーのニューバランス。これが鉄板なので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらトライしていただきたいなと思います。まあ、ニューバランスもですね、以前はおじさんのシューズっぽいイメージがありましたが、最近はだいぶ浸透してきましたし、白パンのような爽やかなものと合わせていただければ、やぼったく見えることもないので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ、この着こなしをベースにしながら、気持ちですね、暑いなと思った時には、僕はですね、シャツアウターでも結構腕まくりをしちゃうんですね。まあ、そうすることで、七分袖ぐらいにできることと、あとは手首が見えることで、ちょっとこなれ感みたいなところも出すことができるので、ぜひ皆さんもシャツアウター系もですね、腕まくりをすることも検討していただくといいんじゃないのかなと思います。僕は今グレー着ていますが、ブラックとかネイビーみたいなアウターも、どうしても春夏暑苦しく見えるかもしれないですが、そんな時には、ボトムスで明るさを出していただければ、十分ですね、この季節にも着ることができるので、このようなシャツアウターを使った初夏のちょっと肌寒いバージョンの着こなしもぜひ皆さんですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のですね、40代50代の大人世代に合う初夏コーデなんですが、これまた鉄板で、意外とですね、40代50代以外の世代の方にも使いやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。今回メインで使っているのはやっぱりこれですね。ブラックのニットポロはめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。僕もですね、数年前からニットポロよく使っているんですが、今年は改めて新調しました。僕が今着てるのはですね、先日もご紹介しましたが、今季のビューティー&ユースのブラックのニットポロになります。本来はビジカジ用で買ったんですが、これが非常に調子が良くて、意外とですね、カジュアル使いができるので、大人世代にはマストな一枚になってくるかなと思います。ただ在庫はちょっと今少なくなっているので、まあ、概要欄にですね、似たようなものもリンク貼っておきますので、まあ、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思います。まあ、ポロシャツというのは大人世代にとってはもう鉄板のアイテムなんですが、定番的なポロシャツに比べると、ニットポロというのは上品なニットの素材感というところが漂うので、大人世代には似合いやすいですね。特に40代50代には非常にマッチしやすいアイテムだなと思います。ただやっぱりニットポロというのは真夏向けのアイテムではないんですね。これをですね、35度超えるような日に着るのはさすがに難しいかなと思ってまして、やっぱり初夏だからこそこのニットポロの上品な質感というのは楽しめるかなと思うので、初夏に適したアイテムかなと思います。袖の部分はやや長めになっていまして、身幅も適度にゆとりがあります。だけども着丈はスッキリとしているので、だらしない雰囲気にならないので、大人世代にも似合うようなバランスになっています。結構最近のニットポロってこのようなバランスのものが多いので、まあ、今回ビューティー&ユースのものを着てますが、それ以外のブランドのものも積極的にお勧めしたいなと思います。そしてその下にはですね、ボーダーのカットソーをまた先ほど同様に着ています。で、先ほどはブラックとホワイトの2色を使ったボーダーなんですが、今回はベージュとグレーを使ったですね、ちょっとライトめなボーダーをあえて使っています。まあ、この下に着てるものは白 T でもいいですし、あとはインティーみたいなものにポロシャツを着ることで肌を見せるような形で着てもらうのも、まあ、なかなかですね、バランスがいいかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただければなと思います。まあ、個人的には結構このブラックのポロシャツだとかボトムスが大人っぽくてビジカジっぽくも見えなくはないので、少し着崩したいなということで、ボーダーのカットソーを取り入れてみました。まあ、このあたりは皆さんのですね、お好みに合わせて着こなしをカスタマイズしていただきたいなと思っています。そしてボトムスなんですが、今回はグレー系のパンツを合わせています。まあ、ブラックのニットポロに対してどういったボトムスが合うのかと考えると、ブラックだとやっぱり重たいんですね。全身ブラックの初夏コーデはちょっとこうハードっぽい感じがしてしまうので、今回は見送りました。で、以前やったですね、初夏コーデのもう一つのバージョンだと白パンを合わせたんですが、これまた相性がいいんですね。ニットポロをすごくカジュアルな方向に振りたかったら、白パンぐらいでパキッと明るさを出してあげるのもいいかなと思うんですが、今回はまあその2色の間ですね、これも結構合わせやすいんですね。ブラックとグレーというところでモノトーンでハマってくるので、まあ、すごくバランスよくですね、着ることができるかなと思います。今履いてるのはグリーンレベルの今季のプレイパンツですね。ちょっとゆとり感がありますが、グレー系のパンツですね、本当にいろんなブランドから出ていますので、皆さんのお好みのシルエットで合わせていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。そして足元に関しては白系のジャーマントレーナーですね、こちらを合わせてみました。一番最初のコーデで使ったのはシンプルなオールスタークップだったんですが、今回はあえてジャーマントレーナーにしたんですね。これなぜかというと、先ほどもお伝えした通り
通りですね、ブラックのニットポロにグレーのパンツというとこで、結構真面目な雰囲気のものなので、ちょっと着崩してあげた方が僕はバランスがいいなと思ったんですね。なのでボーダーのカットソーで着崩して、あとは白系のスニーカーなんですけども、オールスタークップに比べるとパーツ使いなんかにちょっとカジュアルさの出るですね、ジャーマントレーナーぐらいの方が、まあ、着崩すことができるかなということで、今回はこちらを合わせてみました。このコーデもすごく簡単なので、まあ、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思います。また初夏の着こなしって着用点数が少ないですし、腕が露出するので、まあ、ちょっとした小物使いですね。このあたりで退屈さを埋めてあげるともいいかなと思うんですね。まあ、そういった意味では時計だとか、まあ、ちょっとしたバングルですね。これはお好みがあるかなと思うので、あってもなくてもいいかなと思います。でもまあ鎖の1点ぐらいはいいかなと思うんですね。あとは僕はですね、カラーレンズの入ったこういったメガネなんかもうまく使うことで、ちょっと着こなしのですね、退屈さを埋めてあげるようにしています。まあ、ぜひこのようなスタイリングをですね、40代、50代の大人世代だけではなくて、いろんな世代の方に使いやすいので、皆さんもですね、ベースにしながら初夏の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では40代50代の大人世代に似合う初夏の鉄板コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。半袖のコーデもあれば長袖のコーデもありましたので、まあ、この3つを押さえておけば結構あらゆる気温のですね日に対応することができるんじゃないのかなと思っています。まあ、40代50代向けということでちょっと綺麗めな方向に振ってあるんですね。基本的には襟のついてるアイテムが多かったかなと思うんですね。半袖のシャツだとかシャツアウターだとか、あとはニットポロですね。このあたりなんかも襟がつくことで一定の小綺麗さを出すことができるんですが、ただ綺麗なだけではなくて適度に着崩してあげることだとか、トレンド感の漂うですね、ややゆとりのあるサイズ感を取り込んでいただければ、まあ、初夏でもですね気持ちよく快適に過ごすことができるかなと思うので、よかったら皆さんの今後の着こなしを参考にしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっているので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。